はい、雨です。もうてかね、寒い。上着着てくれよかったよ、本当に。おかげで今日咳も出るし、くしゃみも出るし、風邪ひいたかなって思いながら。で、このご時世なんで、会社にサーモグラフィーが設置されてるんですけど、やっぱね、微妙にね、と言ってるそば感じるわけでね。微妙にね、体温高いんだよね。参っちゃうよね、ほんと。そのくせこう、こんなに一気に気温が乱高下するもんだから、こう、生活リズム崩しちゃってさ、今、めちゃくちゃ眠いです。はい。まあ、そんな中でね、デジタル庁とかいうものが発足したらしいんだけどさ、とりあえずさ、その頭がさ、デジタルとは何ぞやっつうのがさ、分かってないのかな。いやいや、私も分かってないよ、正直言ってさ。分かってないよ。だけど何こう、少なくても、精神論とは対極にあるとは思うんだよね。大和魂がとかさ、そういうのとは対極にあると思ってるんだ。1と0が切り分け、デジタルって1と0がぴっちり切り分けられてるからデジタルなんだろうと思ってるし、ね。こう、デジタライゼーションとかって最近こう会社でも言い出すけど、横文字ばっかでさ、すごいね、かえって分かりづらくなってんだよね。もう一回説明しろくださいって思うんだけど、この説明はないんだよな。でもまあ、こう、パートごとに細かくイエスノーを切っていくのをデジタライゼーションと言いたいのかなと、私は勝手に思ってるよ。勝手にね。少なくても、コンピューターイコールデジタルではないからね。はい。そこだけは、勘違いしないでいただきたいなと、思う私でございます。でね、大臣、デジタル庁によって人助けをするとかってほざいてね、デジ道とか言い出したらしいよ。バカなの？剣道ですか柔道ですかって、騎士道ですか武士道ですかって、まさにそういう話じゃん。さすがにね、これはないと思った。とりあえずあんたが一番デジタルに向いてねえよって、その会見を見て思ったよね。さっきも言ったけどさ、いやまあ私も十分デジタルとはかけ離れて、まあ、こんなね、感情的になってる時点でデジタルはかけ離れておりますが、そのデジ道とかいう物体がデジタルじゃないことだけはわかるよ。とりあえずね、デジタルか1か0かって言ったら0だよ、確実に。と思うわな。本当に何をやるのかわからない省庁を作るのが好きだなぁと日本は思いますね。まあ、別に、デジタルといってコンピューター技術を推し進めますとかいうのだったらわかる。よ？だったら IT 庁でいいじゃんって思うしさ。ね。もっと別のネーミングないんかいって思うよね。ね。DX を進めたいとか言うんだったらさ、それはそうだけどさ、ね。それで人助けはできないんだぜ。デジタライゼーションは多分考え方の問題だけだからさ、どっちかっていうと効率を追求していくだけだから、おそらく人は誰も助からない。まあ、それで仕事を生む人はいる。それで仕事にありつける人はいるかもしれないけど、同時に、それのかける何、1点何倍かで、職を失う人が出てくると私は思いますよ。まあ、デジ道とかいう物体が定着するといいね。代表が笑う、さっきは笑う、デジ道っていうために笑ってらっしゃいますが、私も笑いをこらえつつ、デジ道っていうものが定着すればいいねって言って、デジタル庁っていうものが、少しでもデジタル的なもの、デジタルに物事を考えられるようになってくれるといいなと。少なくても官僚的やら政治的な判断ではデジタルは進められませんからね。そこだけは、よしなに思っていただけるといいなと。希望的観測じゃなくて、これ断言して無理だと思ってますけど、はい。よろしくお願いしますね。ありがとうございました。